ノースアメリカン FJ-4、フューリーアメリカ海軍で最後まで飛んでいた FJ-4、FJ-4 は、ノースアメリカン社が開発したアメリカ海軍、海兵隊のジェット艦上戦闘機、艦上攻撃機である。FJ-1 から FJ-2、3の流れを組む機種だが、主翼を含めた機体の完全再設計が行われ、 以前の形式との共通点はほとんど存在しない。ただし、相性は FJ-1 から3と同じフューリーとなっている。FJ-3 と比べて FJ-4 の主翼ははるかに薄くなり、面積も増加され、翼端に向かって強いテーパーが付けられた。また、低速での飛行特性改善のため、主翼前円にはわずかにキャンバーが付けられた。主脚は、 新設計の主翼に収まる要塞設計が必要となり、ホイールベースが広がることとなった。それに従って、翼折りたためのラインはより外側に変更された。また、主脚が重心に近づいた結果、前足の重量負荷が低下することとなった。ロケット弾ポットを6つ装備した FJ-4B 全転向迎撃機として使用されることを意図されたため、 多くの燃料搭載量を求められた。主翼外反は合金削り出しのインテグラルタンクとされ、また燃料搭載のために延長された胴体のおかげで FJ-3 よりも50%以上も多くの燃料を搭載することができるようになった。さらに、防弾を省略することと弾丸搭載量を減らすことによる軽量化も行われている。 後部胴体上面は独特のレーザーバック型に成形されており FJ-2,3 との外見上の分かりやすい違いとなっている。コックピットも回収され長時間任務におけるパイロットの負担が軽減された。さらに尾翼も広範囲に変更され全体的に薄翼化された。これらの変更により FJ-3 以前とは 共通部分がほとんどなくなってしまったが、類似箇所も残っていた。最初の2機の試作機においては、FJ-3 と同じ J65W-4 エンジンを搭載していたが、量産機では強化型の J65W-16A に換装されている。FJ-4 は1954年10月28日に初飛行し、 1955年2月に配備が始まった。戦闘機型の FJ-4 は、もっぱら海兵隊で運用されていた。最初に発注された221機のうち、最後の71機は、攻撃基盤である FJ-4B に変更された。FJ-4B は、よくかの兵装ステーションの数を4つから6つに増強し、合わせて、降着装置も増強したものである。 後部胴体の下にはエアブレーキが追加され、高水力で安全に着艦することを可能としたほか、急降下爆撃時のダイブブレーキとしても役立った。並走搭載量も倍増したが、最も重要なのはラブスの搭載による各兵器運用能力である。海軍は空軍への対抗上、各攻撃能力を保持することを熱望していた。そのため、 この FJ-4B は10個スコードローンに配備されることになったのである。さらに、海兵隊においても3個スコードローンにて運用された。1956年4月、海軍は151機の FJ-4B を追加で発注したため、結果として合計で152機の FJ-4 と222機の FJ-4B は生産された。 ロケットモーターを追加した f j 4 f の試作機械群はロケットエンジンの装備をテストするため6機の FJ-4 も f j 4 f に改造することを求めた。実際には2機のみが製作された。f j 4 f にはノースアメリカン社のロケットエンジン AR-1 がジェットエンジンのテールパイプの上のフェアリングに装備されていた。これは 火酸化水素と JP-4 ジェット燃料で動作し、短時間であるが2 3 0 0ラムの追加水力をもたらす。結果、この機は、速度マッハ1.41、高度21640メートルに達することができた。1962年に採択された3、軍統一名称において、FJ-4 は解、解 -1E に、FJ-4B は、 AF-1E と変更された。AF-1E は海軍予備役にて1960年代後半まで使用された。合計で1115機生産されたフューリーシリーズのすべてがアメリカ海軍海兵隊でその生涯を過ごした。XFJ-4 胴体を再設計した試作機2機が製作された。エンジンは FJ-3 と同じ J65W-4、UF-4FJ-4 の開発テスト機として1機が製作された。FJ-4 回補助ロケットモーターと補助燃料タンクを搭載したテスト機。FJ-4 から2機が改造された、K。回 -1E 戦闘機バージョン急所。旧称 FJ-4。エンジンは J65W-16A。150機が製造された。AF-1E 攻撃機として特化した形式。旧称 FJ-4B。よくかには6つのパイロンを備えている。222機が製造された。参考文献。アメリカンミリタリーエアクラフトオーシーナーアメリカの空軍ツリーに FJ-4B が登場する。ありがとうございます。